駅員さん、ホームにおじいちゃんが落ちちゃいました。何番線ですか？3番線です。エリサさん、エリサさん、ただいま非常停止ボタンを押させていただきました。ホームに人が転落したためです。よろしくお願いします。お客様、安心してください。今非常停止ボタンを押しましたので、今電車はすべてストップしておりますので、安心してください。これから向かいますね。ありがとうございます。橋の方なんですよね。あ、そうなんですね。おい、無駄よ、助けてくれ。昨日競馬で負けて、今日はなパチスロで取り戻そうと思ったんだけど、うまくしちまってな。少しでもいいから送ってくれ。今日だけだ、頼むよ、助けてくれよ。ん？あ、それです。スマホですか？あ、そうです、あの黒いの。無駄よ、聞いてるのか、助けてくれよ。おじいちゃんというのはもしかして？あ、そうです、急におじいちゃんから電話かかってきて、出ようと思ったらホームに落ちちゃったんですよ、スマホ。じゃあそう言ってくださいよ。いや、てっきりおじいちゃんがホームに落ちたのかと思って、もう電車全部止めちゃいましたよ。あー、すいません。助けてくれ、胸を。もう困りますよ。じゃあもう取るやつ持ってくるんで、ちょっと待っててください。すいません。おじいちゃん待ってたよ、もうすぐ助けるから、ちょっと待ってて。おお、ありがとな、さすが我が孫だ。はいはいはい、じゃあ取りますね。お願いします。これって後でお金かかったりしますか？おい、なんだお前、ローンでも組もうとしてんのか？そこまでしなくても。あ、まあ今回はお金かかんないですよ。あ、よかったです。もうすぐ助かるよ、おじいちゃん。おじいちゃん待っててね。うわあ、本当にありがとな、胸は優しいわ。駅員さんが助けてくれるよ。え、なんで駅員さんが？いや、今そんなことできるのか。いや、それは知らなかったな。駅員さんが貸してくれるのか。助かった助かった。ずっと何言ってんすか。いや、お互いに話食い違ってるんですよ。いや、おじいちゃんはお金なくて助けてくれって言ってますし、あなたもこれ電話ですよね。電話ですよ。なんで本当におじいちゃんいるみたいに言ってるんすか。え、おじいちゃん、そうなの？どうなってんのかわからんわ。え、お金だったら、お父さんがもうおじいちゃんには貸すなって言ったから貸さないよ。おいおい、話が違うじゃないか。もう親戚のみんながおじいちゃんと関わるなって言ってるから、俺も本当は貸してあげたいところだけど、ごめんね。じゃあ駅員さんに助けてもらおうか。なんでだよ、もう帰ってください。助けてくださりありがとうございます。はいはい、次から気をつけてくださいね。はい。あ、もしもし、あ、お父さん、いや、さっきおじいちゃんから電話かかってきたよ。うん、いや、またお金貸してくれだって。本当にいい加減にしてほしいよね。